中和抗体検査キットが届いたけど、今から神戸に行く予定だったんですけど、出発前になんか10分15分ぐらいで終わるらしいから、コロナのワクチンが効果があるかどうかこれで テストできるでしょ。抗体検査やってみましょう。 OK、 はい、初めてですよ、中和抗体検査をするのは。これ説明書でしょ。タカの好きな絵が描いてあるよ。そう、マシン。ちなみに今回株式会社アナライザーさんからキットを送ってもらって、家庭でも抗体検査ができるっていうインストラクション付きでやっていきたいと思います。消毒して採血して、でそれを液に混ぜて、これにペタペタっとつけてここに刺したら数分で検査結果が出るっていう。でちなみに全国紙とかテレビとかの取材も受けてて今話題なんだって。ということで今回はね、体験していきたいと思います。はい、ちゃんと読んだ読まなくても、だから絵で書いてあるからちゃんと読んでください。新型コロナウイルス感染症に対する免疫力、ウイルスの阻害率を調べることができます。ワクチン打ってから1回目、2回目で中和抗体体の中に生成されて割合が高まるけどだんだん落ちていきます。で今あなたの体の中に中和抗体どれぐらい残ってますかっていうのを調べることができるのがこの検査キットの役割ですね。わかりましたか、社長？わかりました。非常にわかりやすかったです。ありがとう先生。はい怖いねこれ、ちょっと全然痛くないじゃん。そうだよ。こっちの液体に混ぜて1分間置きますと。こんな感じで差し込みます。10回から15回程度上下にゆっくり入れ替えます。超簡単だね、本当に誰でもわかるじゃんこれ。ここの丸いところにこうテケテケテケっと 2,3 滴落として、8分間待ったらここにぶっ刺して検査終了。なんか8分待たなきゃいけないよ、1回。今私言ったんですけど。あ、そう、オッケーレナ社長が人の話を聞いてないということが今わかりましたね。時間になりますよ。はい、あ、出ました NAB59.82。 20以上だったら OK。 ただ数値が高ければ高いほど阻害率が高まるのでベターです。約60だから、ワクチン打ってる意味があるってことだね。はい、ということで抗体検査できました。まさにめちゃくちゃ簡単な検査キット。はい、詳細が気になった方は概要欄でチェックしてみてください。はい、じゃあ今から神戸に行きましょうか。行きましょう。雪だ、社長、雪降ってるやだな。今11月末だけど雪降ってるね。はい、ということで京都通過中です。まだ遠いよ。こっから神戸までプラス1時間ぐらいかな。イエス。神戸に着いたらどこに行きますか、社長？南京町、チャイナタウン。神戸に入ってきましたよ。ということでもう少しで着きますね、中華街。はい、 In 600 meters, take the exit on the right. はい、神戸に着きましたよ。はい、ここら辺。あ、元町。満車。この周辺の駐車場めっちゃ高い。あれなんか東京より高い気がする、ね、ということでこれ商店街になってんだね。まあでもここは多分ここ商店街で、こっちが中華街かな。うわー、雰囲気あるね。じゃあ、はい、行きましょう。適当にいろいろ食べ歩きしましょうか。そう、めっちゃ美味しそう。人も多いよ。え、並んでる。めっちゃ並んでる。並びとかやば。なんだろう、めっちゃ並んでるよ。すごいよ。うん、人の数えげつないよ。で食べ歩きもいろいろ出てるし、レストランも大量にあっていろいろ並んでるね。もう1時過ぎてんのに、はい、これさっき調べたら出てきた。神戸コロッケって。コロッケがある。エビとホタテカツが有名らしい。これではでは、めっちゃ美味しそう。エビとホタテのカツでタルタルソース。いただきます。
めちゃめちゃあれプリプリ、エビとあれの食感がいいし、タルタルソース美味しい。美味しい。で揚げてるのが、あ、しかも絶妙に胡椒も効いてて美味しい。あれネットのおすすめだったからおすすめだね。マジでうまいこれ、うん、なんか小籠包的なものも食べたいね。ね、小籠包的なのが問題がどこにでもあるから選べない。そう、全然どれが美味しいでだろうということですよね。端っこまで来ました。はい、戻りました。台湾ビアもある。ビア？台湾ビア、台湾ビアがある。でもまだ運転運転だよ、わかる。うわー、みんな小籠包みたいな肉まんみたいなの食べてる。それにしても人が多いね。あ、美味しそう。角煮バーガーとかも美味しそうです。ごま団子食べることに決めました。はい、1個100円。団子1つください、はい、それは食べる大丈夫ですね。2個100円。ありがとうございます。大サービス。サービスで2個くれた。いいお店です。ありがとうございます。100円で2個くれました。でも一番大事なのが味でしょ。チャーシュー麺とごま団子、まだあったかい、もちもち。だって出来たてだもんね、うん。中華街雰囲気いいね、やっぱね。うん、そうだね。もう中国に来たって感じだもんね、マジで。私たちはあの米人に行った時や、中国に行った時と、もうタイムスリップした感じ。もっと暑かったけど、覚えてる？灼熱40度ぐらいあった多分。そう、やっぱ2人とも顔真っ赤にして、レナ死にそうだったもんね。そう、死にそうだったね。中国の動画まだ見てない方はね、ぜひ遡って見てみてください。お、これ、よくない？ここであれ、専門でこれを作ってる。小籠包、食べよう。あ、これも美味しそうだ。肉まんとカニ小籠タオパオと小籠タオパオ、中のやつでしょ、これこれ。小籠タオパオ Yes。 ノーマルバージョン。この並んでるのがめっちゃあったかい。こちら、1つと1つで400円です。食べやる筆おろしですか。はい、小籠パオ、チャンチャンチャーン。うわ、うまそう。はいはいはい、よくない。正しい食べ方は、かわいく食べたらいっぱい。美味しい。うん、汁を飲んでる。熱い、うまそう。一口挑戦、ね、見てくださいこれ。一口挑戦だね。超美味しそうじゃない、はい、うん、口焼けてないの。何が欲しいの。うまっ、このタプンタプンしてる感じ、うまっ、ね、口でさ、噛んだ瞬間肉汁がこうブワーって広がって甘くて美味しい。マジで絶品、最高ですね。中華街、中国人の皆さんありがとうございます。美味しい食べ物をね、こういう文化を日本の街に広げてくれて。出た、いちご飴、りんご飴。これはでも中国と関係ないから行こう。でも見て、このいちご飴、ユンユンっていうところの焼き小籠包、めっちゃ美味しそうだけど超並んでるからパスします。ちょっと他の場所で焼き小籠包食べたい。でも、あ、端っこまで来た。反対側の端っこまで来ました。北京ダックラップみたいなのもあるよ。あ、焼き小籠包あるじゃん。緑と白い焼き小籠包それぞれ。あ、2色セットもあるよ。1個1個で。これですよ。これも中に熱いのが入ってるんじゃない？危ないよ。気をつけて。タカが先に食べるね。タカが。うわ、カリカリ。何？え、お酢？なんか醤油に見せかけたお酢かもしれない。めっちゃ今鼻にお酢の香りが。熱っ。え？めっちゃ痛い。やば。事故じゃん。大事故起きたじゃん。超熱いね。顔に全部。そうや、めっちゃ取ったよ。熱っ。顔に熱湯のシャワーかかったみたいな。熱っ。熱っ。よかった。出てきた？肉汁。Yes。そうやった方がいいよ。自分で噛みに行くと。なる。うわ、豪快にいきますね、社長。うん、もう美味しいよ、本当に。外パリ、中ジューシー、肉汁たっぷり。気をつけないと、顔に熱湯かかります。もう美味しい、本当に。ごちそうさまでした。焼き小籠包と蒸し小籠包、どっちが好きですか。蒸し。あ、俺も
でも蒸し小籠包の方がなんかこうなんかあのスッと入るっていう食べやすいし、あの本当に軽いって感じ、うん、はい、ここでいちご飴出ました、買うところデザートいちご飴、いちご、はい、あの杏仁豆腐だけどね、杏仁、あ、杏仁豆腐、いろいろ食べましたけど満足しましたか？だいぶお腹いっぱいになってきたよ。はい、お腹いっぱいになりました。私たちはまだ神戸でいろいろやる予定なんですけど、次の動画になります。この中華街の動画はここで終わりにします。楽しかったならいいねボタン押してください。チャンネル登録もよろしくお願いします。では、寒今日12月入ってないのにめっちゃ寒いまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。